今回はエビとナスのチリソース煮の作り方を紹介します。チリチリのエビと柔らかいナスに程よい酸味と甘辛いチリソースが絡んだ一品です。ご飯との相性も抜群で辛みも控えめにしているので、お子様からお年寄りまで美味しくいただけるレシピですよ。それでは作っていきましょう。ナスはヘタを取り、上下真ん中から半分にカットして、下を6等分、上を4等分の切り切れにします。むきエビに下味をつけます。塩コショウ、酒を少量入れ、よく揉み込みます。つなぎに卵、なければ水を少量入れ、エビに含ませます。片栗粉を大さじ1くらい入れ、まぶしていきます。最後に油でコーティングしておきます。チリソースを用意します。分量は砂糖 5g、 醤油 2g、 豆板醤 10g、 酒 50g、 水 50g、 ケチャップ 100g です。材料はむきエビ18尾、ナス2本、下茹でしたブロッコリー4個、ネギ、生姜、ニンニクみじん切り各大さじ1とチリソースです。鍋に油を入れ、180度くらいの高温になるまで温め、ナスを揚げていきます。ナスは 90% が水分で、加熱することで油を吸収してトロトロの食感になります。低い温度でゆっくりと揚げると油を吸いすぎてしまいベトベトになるので、高温の油でさっと揚げるのがポイントです。うっすら煙が出てきて高温になったら、ナスを揚げていきます。ナスの揚げる目安は15秒です。そうしたらエビを油通しします。エビを入れたら、くっつかないように箸でほぐしながら火を入れていきます。エビを入れてから10秒くらいで油から引き上げます。エビはまだ少し透き通った色をしていて、7、8割の火の通り具合が理想です。このくらいプリプリしています。また後でチリソースを絡めるときに火が入るので、完全に火を通さないのが理想です。鍋に大さじ3くらいの油を入れ、ネギ、生姜、ニンニクを炒めていきます。冷たい状態の油から薬味を弱火でじっくりと炒め、香りを引き出します。油がブクブクとしてパチパチと音がし始めたら、チリソースを入れるタイミングです。チリソースを入れたら強火にしてお玉で混ぜながらよく炒めていきます。チリソースを味が馴染ませるように混ぜながら炒め、しっかりと加熱します。チリソースの炒めが足りないと、豆板醤の生臭さやアルコールの臭みが残り、まずくなります。このぐらいグツグツと煮えてきたら、具材を入れ絡めていきます。軽く混ぜ合わせるように鍋を煽り、具材とソースがしっかりと合わさったら完成です。さらに茹でたブロッコリーを乗せ、エビとナスのチリソースを盛り付けます。
これでエビとナスのチリソース煮の完成です。ポイントはナスを高温でさっと揚げる、エビは加熱すぎない、チリソースはよく炒めるということです。ナスを揚げるのが大変な方は前々回に紹介した揚げない麻婆ナスの動画で説明した方法で作ってください。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。